昔、超大手外資系に勤めてたけど、フリーザの群れに放り込まれた気分だった。やっぱ世の中みんなが優秀だと辛いんだよ。俺は昔、超大手外資系に勤めてたけど、そこにいた人たちは、まあみんな優秀。一人一人が半端なくできる人ばかりだった。仕事だけじゃなく、人間的にも面白くて、経験豊富で、魅力的な人ばかりだった。でも、なんかのお笑い芸人がそんな話してたけど、マジで俺みたいな凡人にとっては、そんな優秀な人たちの中に入ると、フリーザの群れに放り込まれた、戦闘力5の地球人みたいな気分だった。机で仕事してたら、向かいの席でフリーザが、今にも地球を輪切りにしそうな勢いで、眉間にシワを寄せて電話してるし、右見てもフリーザ、左見てもフリーザ。飲み会行ったら、20人くらいでフリーザが乾杯してるし、仕事の話してても、俺からすると話のレベルが違いすぎて、もうすぐ〇〇惑星を征服できそうとか、俺は2個征服したけどいらないから、星1個消滅させといた。みたいな話に聞こえた。そんな俺にもフリーザたちが優しく接してきて、確実に俺がスキルアップできるようなレールを用意してくれるんだけど、凡人の俺からするとそのレールも一部の遊びもなく全力で走り続けないと脱落するような考え抜かれたレールで、怠惰な俺にはとても渡りきれる自信はなかった。特に脱落するのが能力のせいじゃなくて、怠惰なせいだとバレるのが怖かった。むしろ能力がない人間でも、努力すればギリギリ渡れるように計算されたレールだった。そして、脱落して、ただの怠惰な地球人のカスだとバレたら、それまで優しかったフリーザが豹変して、ゴミを見るような目で、指からビームを出して、一瞬で消滅させられるのが怖くてやめた。味のある読ませる文やな。これ、明らかにこの人も人並み以上に有能なのが文章からわかるのが悲しいよな。名文や。右見てもフリーザ、左見てもフリーザ。飲み会行ったら20人くらいでフリーザが乾杯してるし、ここ好き。キリンの CM に使えそう。ギリギリなハードルだと自覚できる時点で能力あるんよな。周りがフリーザだらけでメンタルいってるだけ。わかる。本物の無能はそもそも自分の実力の劣ってる加減もどれくらい差が周りとあるかも分かってない。ソースはY。でもこいつ、頑張ればクリリンレベルにはなれたんだよ。普通の地球人にはそれすら無理なのに。本当の無能だったら、周りが有能だったことを認めないだろうからな。意識高い系がいっぱいいて、あいつらうざかったからやめたわ、みたいに言ってる。実際問題、身の丈ってもんはあるわな。努力すればいいとは言うが、常に全力疾走をするのも限界が来る。ワイは大学の研究室で身の程を知った。読みやすい文章を書けるのは才能。多分、一流ホワイト企業に運よく入るとこうなるよな。得意不得意もあるんやろうけど、自分ができないのに相手ができることばかりに目がいってしまうわ。スポーツも勉強も人間性もすべてやばいってやつ存在するよな。入社したての時は先輩はみんなスーパーマンに見えたわ。今はただの使えないおっさんたちや。そこに至る前に辞めただけやろこいつは。できるやつってほんと休まないよな。東大生曰く凡人が3時間連続で集中できないのが理解不能らしい。
凡人は30分でスマホいじり出すぞ。超大手入ってるから、こいつも一般社会ならエリートサイヤマンなんだよな。底辺業界だと周りが全員無能でやばいぞ。パチンコと風俗と車の話しかしないからな。めちゃくちゃ優秀なスーパーマンだらけの職場って想像できんわ。上級の会社ってそうなんか？どんな大企業でも無能の上司とか使えん同僚、物分かりの悪い部下がおるイメージやが。学歴がある人間は学歴を誇り、学歴がない人間は地頭がいいという単語に救いを見出すんよ。本当、自分が何にもない無能って事実に耐えられる人間ってあんまいないからね。どっかに救いを見出す。怠惰なのがバレるのが怖いってとこ、くっそわかるから辛い。バイト先の工場にいた自称生活保護のおっさんがすごすぎる。あらゆる面で常識を超えてて、その生活力は見習えるところがあると思うので、少しずつ書いていきます。まずコミュ力がすごい。工場内のいろんな人に、兄貴、社長、班長、ボス、先生、母ちゃんとかあだ名で呼んで慣れ合おうとして、仕事はできなくてもごますって残ろうとする。使い分けが上手で、先に入った20代の男性バイトは兄貴。金に困ってそうなバイトは社長。外国人の人はボス。パートのおばさんは母ちゃんって感じ。物をもらう癖がすごい。工場内にマスクがあるんだけど、一人一つまでなのに、こういうのはもらっちまうんだよ、と言って、両手で掴んで、急いでポケットにしまい、休憩中には新聞読んでる人に、恵んでください、って頻繁に新聞もらって、俺に対しても、タバコ一本あったらくれや、ってしょっちゅう言ってくる。とにかく好き勝手で自己中。入って一週間なのに、バイトリーダーのおばさんに、その道具使うから貸してって言われると、これ俺が使ってんの。だから俺が使ってんの。と大声で言って決して譲らない。工場内通路を通ろうとして前に人がいるとわざとらしく、おっと、おっとっと、おっとっと、おっと、のように連呼し、ここ通り道なんだよ。ここ通り道なんだから。と言って、他人をひたすらどける。何か作業があると人が近くまで来るのを待って手伝わせる。喧嘩はする。すぐ怒鳴る。感情を全く抑えない。すごいんじゃなくてみっともない。頭おかしいね。バカのが世の中渡りやすいいうことや。世の中渡りやすいけど出世はできないよね。女性にもすごい。50代の独身女性に対し、しつこく番号を聞いて聞き出して、頻繁に電話したらしく、その女性が社員に行って注意受けたらしい。それだけでは終わらず、なんと男の俺にも、入って半月くらいなのに、今度の休みうちに遊び来いよ、って言って、電話番号を書いたメモを渡してくる。しかも、紙というか、競輪場のレース券の裏側。今日は疲れてるんでって断ると、その次の週も、じゃあ今度なと言って、また断っても、友人に今度会社の人が俺ん家来るって言ったから、3人で食べに行こう、なんて勝手に決めてて言うし、狂ってる。これも近い話だけど、老若男女構わず、ボディータッチがすごい。さりげなく10代20代の男の下半身をタッチしているし、
イケメンの20代社員には、メガネすると女みてえに可愛いなって言うし、俺に対しても、この間自転車転んでこうやって顔を壁に擦ってよって言って、俺の胸に顔をこすりつけてきた。聞いた話では、50代の他のおっさんも顔を近づけられたらしい。他の20代は仕事で近づくと手を毎回揉まれたらしい。衛生面もすごい。昼食のゴミとかの私物を捨てるのに、こういうのはこうやって捨てるんだよと言って、工場内通路のドアの陰に投げ捨てている。他にも作業をするところに入るために綺麗な手洗い場があるんだけど、そこで社員がいるのに水道の蛇口に口をつけてうがいして、大声でカーって言って水吐いて、社員が苦笑いしながら注意すると、俺風邪ひきたくないんですみませんとか言って言い訳する。トイレは絶対に手洗わないし、ヒゲも頬のあたりまで短いけど生やしてるし、服も毎日同じ色しか見てない。あと日常会話のレベルも低く、俺この間親にシチューもらったからラッキーでさとか、今日の夕飯何にすっかな、半額の野菜に納豆ご飯にすっかとか、前の休みはプーの仲間がうちに来てみんなで騒いでさとか、そういう話を誰かで構わず笑顔で大声で話す。中でもすごかったのが、休憩室で周囲にパートの女性や社員もいるのに大声で、俺前に交通刑務所行ったけどよ、金払うくらいなら行ったっていいやって思ってよとかの話までする。なんで生活保護働いてるの？不正受給じゃないの？本人が言うには、役所の人間が働け働けってうるさいから仕方なく働いた、だから支給額は減ってんだよな、だそうです。生活保護については、個人じゃ取れねえけどよとしか聞いていません。でも見るからに自立は無理なレベルの人なので本当だと思います。就労移行支援事業所は、利用者1名かける1日で行政から1万円前後の補助金が出るんだよね。あと中学生レベルのいじめっていうか、他人へのちょっかいもすごい。工場に日本語があまりうまくない外国人がいるんだけど、その人にしょっちゅう、おい〇〇、私日本語わかりませんって言えよと言ったり、〇〇はバイキンついてるからなと言ったり、〇〇はバカなんだよ、おい〇〇、返事は私日本語わかりませんだろとか、作業中なのに大声でからかってる。あと職場なのにやる気ゼロアピールがすごい。班長、俺6時間経ったら帰っていい契約なんで帰りますねとか、俺が働くかってんだよとか、おいバツバツ、お前も6時間で帰るって言えやとか、社員じゃねえんだからやったってやんなくったって同じなんだからとか、普通は言えないことを平然と社員の前でも言う。何歳？50くらいに見える。でもとにかく明るい。明るさだけは誰よりもあって、ため息も仕事の愚痴も世の中への不満も何も言わない。くだらない話や常識外の言動、誰かで構わず仕事中も大声で大笑いして連呼してて、バカすぎて人生楽しく生きてる感じはする。あまりにもバカでタフでずぶとく、自己中で常識外れすぎて、悩み多い人は少し見たら楽になれると思う人だった。こういうのが楽しい人には羨ましいだろうね。俺は絶対に無理だわ。見知らぬ家族連れに飯をおごったったで。結論から言うと、寸借詐欺だった。
昼飯を食べるために外出したら、バナナマン日村に似た人から道を尋ねられた。今時 Google マップがあるのに、そんなもん尋ねるなんて珍しいね、なんて思っていたら、聞いてもいないのに素性を話してもらえた。いわく、1、徳島の田舎から旅行に出てきたけれど、友人の家から家族丸ごとオートロックで締め出された。門なしであること。2、オートロックの鍵は友人の許可か、友人の親の許可がないと開けられないと。友人は研修旅行中で電話に出ないそうで。3、これから大阪で商売を始めるつもりで、友人に手伝ってもらうつもりなのに、友人の親に迷惑をかけるのは良くないので、電話はかけられないと。4、警察に行って相談したら、正直に話したせいで、友人の親に電話しろと言われたが、以下略。5、そういう理由でホテルを探している。門なしなので、後払いをお願いしているが、どこも受け付けてくれない。ネット喫茶などは法的な問題で、小一の娘を連れて24時間居座れない。6、JTB にそのことを話したら、ホテルを調べてくれたりしたが見つからず、関空に行くことを勧められた。テレホンカードだけはもらった。7、関空に歩いて行こうとしているけれど、さすがに遠い。でも、嫁がやけになってて行くと言って聞かない。日村に曰く、嫁に関空遠いって言ってもらっていいですか？僕、そんな嫁と関わりたくないので嫌です。日村さんはやたらと腰が低かった。ことあるごとに、ご予定大丈夫ですか？と聞いてくる。逆に見捨てにくい。話の間が空くたびに、お兄さんが熱中症になったら大変ですから、日陰で話しましょう。日陰で座りましょう。と言ってくる。チャリに腰掛けて話を聞いていたので、座るところには困っていないのに。なんかもう、おっさんが面白すぎ、もとい、かわいそうになったので、公園の椅子に座って身の上話を聞きながら、いろんな方策を考えた。ノーと言わないことで有名なリッツ・カールトンで、料金後払いでいいから友人が帰るまで止めてくれないかと聞いたら、前払い金くれないと、客としてみなせないから無理と言われたらしい。ちなみに前払い金4万円なり。おっさんの身の上話をまとめると、1、元プロ野球選手、巨人の2軍、赤星と同期だった。かっこ、野球には興味ないのでする。2、徳島の田舎から大阪に福祉施設を開く予定である。3、今日は USJ に行くために大阪に出てきた。娘はまだ USJ に行けなくなったことに気づいていないが、気づいたら泣きわめく。昼ご飯を USJ に行って食べる予定だったので、飯も食ってない。4、娘には USJ に行けないことは喋っていない。気づくと面倒。5、朝から友達のマンションからここまで歩いてきた。この時点で捕まってから1時間経ってた。なんかもう相当面白かったので、ラーメンでもおごろうかと思ったけど、日村さん、それは頑拒否。娘が USJ に行けなくなったことに気づいて泣きわめくからだそうだ。かわいそうだし面白いしで、つい弾みで奥さんに会うと言ってしまった。嫁と子供は近くのスーパーの2階で休憩しているとのことだった。嫁はリサスティックマイヤーに似ていた。娘は 3DS で黙々と遊んでた。僕、関空はさすがに遠いですよ。嫁、はあ。リアクションが薄いよ嫁さん。娘さんとは話さなかった。余計なこと言っちゃまずいと思って。とりあえず3人分の安いおにぎりと安いお茶を買い与えた。合計1000円なり。買ってる間、嫁は2階で子供の相手、旦那さんは
俺と一緒に買い物。お会計の時になって2階に行って嫁と話すと言って消えた。僕、これ娘さんに食べさせてください。嫁、はあ。リアクションが薄いよ嫁さん。ここでも娘さんとは話さなかった。帰り際、旦那さんがお兄さんを送ってくると言ってスーパーの出口までついてきてくれた。そこは常識として嫁も来いよと思ったけど、旦那が連絡先を教えてほしいというので電話番号と名前だけ教えた。返却を期待してなかったので相手の名前とかは聞かなかった。すると嫁が手招きしてると言って旦那さんがどっか行った。戻ってきた時にこんなことを俺に言ってきた。家内が言ってるんですけどもね、大変失礼なんですけども、言っていいですか？すいません。本当に失礼なんですけども。と、やたらと前振りが長い。何ですか？娘が足を痛めてるみたいで、ホテル代の頭金だけで無理です。そうですよね。恥ずかしい話。私、小遣い制でして、いつになったら返せるかわからないですし。そこは家ぐるみで金返せよ。日村さんは明日の昼には連絡すると言って去っていった。ところで 3DS ってお互いに電源をつけたまますれ違うとプロフィールを交換できるんだよね。家帰って俺の 3DS 開いたら娘さんのプロフィールが見れたんだ。出身地、大阪って書いてた。予定ではそろそろ電話が来るはずなんだけども、来てませんね。1000円分程度には腹が立つ。以上。日本にはお前みたいないいカモが多いから、こういうのがなくならん。家族巻き込んでやるとは思わんやん。そこのスーパーと警察に行っておいた方がいいぞ。それと周辺施設にもこんな家族連れがいると触れ回してもらうよう警察に頼んだ方がいい。あ、それいいな。言っておこう。詐欺って写真撮られるの嫌がるって言うけど本当かね。写真撮ってやりゃよかったのに。それもいいな。次詐欺があったらやってみよう。つうか変な詐欺だな。それでお金を渡すやつなんているんかいな。ダメ元でやったのかな。2時間かけて安おにぎりと安お茶3人前は逆にかわいそうではある。奈良で逮捕された寸借詐欺夫婦に似てます。しかも子供が娘。